3月に開業し、連日大にぎわいの北広島市のボールパーク。人気の裏返しで問題となっているのが駐車場不足です。まず駐車場探してあったら行こうかなみたいな、駐車場空いてるからこの日行こうかなっていう感じで。そんな中、ボールパークから歩いて20分ほどの住宅の横にどんどん車が入っていきます。一体ここは？値段と距離とで見てここがいいかなっていうことで。実はここ駐車場の仲介会社アキッパが運営するシェア駐車場なんです。シェア駐車場とは、空きスペースを登録し駐車場として貸し出すサービス。駐車場の貸し出しは1台から可能で、こちらの男性は29台分のスペースを登録しています。野球のある日はほぼ毎日30台ぐらい入ってきてますね。4月から10月まで おそらく200万ぐらい入ってくるのかね。アキッパはボールパークの周りにおよそ300台分の駐車場を確保しています。利用はサイトやアプリでの予約から。料金は試合の有無で変わりますが、1日500円から4000円ほど。免許返納されて車を手放してずっと空いていたんだけれども、もったいないなと思ってたっていうので、貸し出していただいている方っていうのも実際この近くにもいらっしゃいます。試合がある日は結構満車に近くなってくるので、まだまだ需要はあるかな。